さて、皆様、お久しぶりです。ダイダラです。さあ、ポケダンクね、時の探検隊やっていきたいと思います。前回のあらすじは、マナフィーっていう、超レアポケモンが生まれたんだよね。で、なんだっけ、沿岸の岩場に行って、水の、じゃない、青のグミを取ってこいって言われたんだよ。なので、ちょっと沿岸の岩場行って、青いグミを取ってきてと思います。持ってんだけどな、青いグミ。まあまあまあ、パッ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 と攻略しちゃいましょうか。さて、久しぶりなんですけどね。まあまあ、普通のゲーム、このゲームはね、俺もうマスターしてますので。ちょっとね、操作方法が若干ちょっとおぼつかない感ある。でも結構久々なんだよね、やんの。忘れちゃっててさ、やるの。悪いな、みんな。よし、さて、おー、クラブお前なんか、負けねえから、ちょ、痛い。2回殴るのずるい。まあ、一発でね、倒せるぐらいの、敵ですよ。こんにちは、いらっしゃい。何なんかお金持ってたっけ？ちょっと持ってるけど、特に欲しいやつないから、このまま行っちゃおうか。手持ちもね、結構いっぱい持ってるんだけど、まあまあ持ったまま行きましょうか。うっ。ファークチョクチョ。よし、トリトドンやっつける。後ろから、ザンちゃん、何してんの？一緒に行こう。さあ、なんかいきなりね、階段が、なかなか見つからない症候群にかかっちゃったよね。やばいや、キャモメだ、イエイ。通常殴りでもう、やっつけられるっていう、もうこの戦力差だよ、これ。体当たりなんか使わなくてもいいじゃねえかっていう。なあ、そういう時もあるわ。お、なんだおめえ、やんのか。おら、玉ざらしさん。あ、仲間にしとこう、玉ちゃんだな。お前が金色じゃなくてよかった。いや、なんでもないです。失礼いたしました。さてと、ここ2階ですね。パッパッパッと登っちゃいましょう。青いグミを探してんだよな、まずは。早く青いグミ。グミはうまいな。うまいなーっていう。歌詞わかってないですな。おいで、みんな。よし、来たな。さて、すげえ道長え。腹減るって、これ。俺を腹ペコにさせてどうすんだ。もう今、夕方なんだけど、今これやってんの。めっちゃ俺お腹減ってきたんだけど、みんな。今日、飯何食おうかな。さあ、ホアちゃん。ほら。よし。さあ、行きましょうか。なんか、なんやかんないって今、現在レベルも、48って超高えな、俺。ウルトラエースかよ。なあ。もう、なんで進化しないんですかってやつ。進化は、今後できるようになるっていう話ですので、ポッチャマを、エンペララウトにしたいですよね、エンペララウト。なんでお前舌巻いてんのって。なあ。なんだろうな、やっぱ。エンペルトってかっこいいよね。みんなエンペルトってわかる？水鋼タイプっていう、もう、最高の、タイプ。最強って言われてる水タイプ。そして、最強って言われてる鋼タイプ。この二つが、合体したエンペルト。強いに決まってんだろ？な？いや、水と鋼が最強なのかっていうのは俺が勝手に言ってるだけなんだけど、俺が言ってるっていう。いや、強いよね、水と鋼。俺結構水タイプのポケモンばっかね、ポケモンやってる時作ってた気するもん。ミニーちゃん。でもドラゴンタイプは、やっぱ強いか。冷静に考えたらやっぱドラゴンタイプが最強かみんな。あ、またお店じゃん。いらっしゃい。大体グミはいいかな。あんまいいもん置いてないですね、この店。もっといい品揃えしてから出直してきてください。さあ、メロメロ。ありがとうございます。よし。俺も今、ふと思い出したけど、偶数回と奇数回で、オスメスが変わるんでしたっけ？今、偶数回ですので、オスですね。オス、オス。オッケー。さあ、降りていきましょうか。5階だぞ、今。めっちゃ深い。おっと、青い組落ちてんじゃん。イェイ。空色だった。空色は、飛行タイプのポケモンが、飯がうまいできるんだよね。あれ、青い組、ほんと落ちてんのかな？なんか入った時にイベントみたいなのもなかったし、ねえ、あかんのかもしれんな、もしかしたら。俺なんか、フラグ的なイベント的なものを、何もせずに来てしまったのかもしれねえ。よし、さあ、6階です。ザンちゃん、あ、いた。めっちゃ読んで人。ほら、マリルリやるな、おめえ。全部つけちゃえ。さ、ここって全何階だったっけな、もう。だいたい10階だっけ。なんか初期の方のダンジョンだから、もう5階とかで終わんじゃねえのって。もう5階終わってるぞっていうな。7階だ、今。いいぞ。
ここって何の時にあったイベントだったっけ。ねえ、なんとかのイヤバー、まあなんかのとこなんでしょう。さあグミはちょいちょい落ちてるね。お腹減ってきた。腹減った。それグミ食うか。とりあえず食おうぜ。空色とか食っちゃおうぜ。別にな、あのどんなグミ食ってもいいんだって。みんなこの世界、茶色グミ。また賢くなってしまった。お腹ちょっと、リンゴも食っとくか。うまい。よし。リンゴ噛んで血が出る人はちょっとやばいから、みんな今すぐちょっとみんなリンゴ買ってきて食ってみて。でガシッ、ね、歯がやばいぞみんな。歯磨けよちゃんと。よし。さあ、降りれますね。でも、リンゴって結構好きなんだよね。うまいよね、リンゴ。俺、アップルジュースとかも、好き。俺、ジュースってあんま飲まねえんだけど、アップルジュースだけ超好きで、もう、100% 的なアップルジュースは、もう、やばいぐらい飲んじゃう。なんかね、バイキングとか行くじゃん。なんかみんな、バイキング食べ放題的なやつ。で、ずっとアップルジュース飲んでも。ねえ、うまい。あー!なかったよ!いや、おいグミ!つまりこれってさ、やっぱ俺手で持っていったらいいってやつじゃねえのこれ。じゃあおいグミ持っていこうぜ。あ、おいグミ届けてあげようや。あ、ただそうか、違うわ。あの、沿岸の岩場に青いグミがたまに落ちてるから、まあ、とりあえず青いグミを持ってきたらいいんだぜってやつ。ガルラおばちゃん。ちょ、ほんとそういう、早く言ってよおばちゃん。俺困っちゃうわ、それ。なあ、おばちゃん。じゃあ、青いグミを持っていきましょうか。持ってないや。あれ?あれ?これ。これもしかして。これ持ってる詐欺?あれ?あー。そういうことか。売ってない?若草とかいらねえんだって。マジか。じゃ、ちょっと、俺今から、青組ねえ、青組ちゃんを、がっつり集めてきますので、ねえ、少々お待ちください。先にちょっと鑑定させてまず。頼む。軽い箱。クワッ!俺いいの出たことないんだけど。中身は、水ゴロ!あら、水ちゃんですね。ポッチャワのなんかとかないの?うん。出た。復活の種、あ、これは嬉しい、普通に。復活の種もう、ボス戦とかでがっつり使っちゃうからね、出た。復活の種やった僕が、復活の種欲しかったんだよね、ボス戦でがっつり使っちゃうから。これさっきも言った気がする、これ。ねえ。復活の種やった俺、これ、めっちゃ、ボス戦で使うからもういいや。はい、ということで、復活の種、フィーバーしたところで、ね、今から、ちょっと集めていきますので、少々お待ちください。さあめっちゃ疲れた。ようやくね、青い組2つ手に入りました。結局、ダンジョンって見つかんなくて、お店で買ったんだよね。2回ともお店で買っちゃった。さあ、このお店で買ったやつ、青い組をマナフィーにあげましょう。おい、これ泣きやめよう。ふぃーふぃーほら、やめろ。ふぃーふわーほら、青い組だよ。グミ?もぐもぐ。おう!グミグミ!あ、よかったー。グミ食べてくれた。グミグミ!なついてるなついてる。照れるな、俺。かわいいなー。ね、だいたら。面倒見てあげな、ええよ。よいしょ、今日から、ね、マナフィーは俺の友達や。な。しよー!心配だな。え?この子は、本来なら海で育つはずのポケモンだ。ここは海の中とは全く違う環境だし、マナフィーについてわからないこと多すぎる。何が起こるかわからんぞ。まあ、海に返しても危ないし、大きくなるまで面倒見させてよね。僕たちがちゃんと面倒見るから。そこまで言うなら、大丈夫だよ。僕たちに任せて。ねえ、だいたら、そう、ポケダラス!世界を救った最強コンビ。できねえことはなんもねえ。あね。さあ、マナフィー。ここがお家だよ。お家?そう、お家。面倒見てあげるからね。お家お家!と言っても、何したらいいのかな?グミくれよー!ね。よし、グミ。
マヨミグミ700あげよう。でもこれをもうあらかじめ調べておいて、2ついるってことは知ってますので。ねえ。あげますよ。オッケー。青いグミをあげた。グミ。もぐもぐ。うまそう。おいしい？俺も食いてグミ。おいしい？おいしい？おいしい！グミおいしい！すぐ成長しそうだね。グミ食うと賢さ上がるからな。どうしたマナヒ？ふぇーむにゅむにゅ。あ、寝るのか、小泉。お腹いっぱいになって寝ちゃった。しばらくそっとしてあげよう。おやすみ、マナフィ。かわいい。超かわいい。ねえ。マナフィおはよう。起きてるじゃん、マナフィも。おはーい。おはよう。おはよう、ダイダラポチェダラ。え？喋る？マナフィやるじゃん。すごい。さて、ダイダラ。今日はどうしようかな。食べて寝るだけじゃ健康に悪いし、遊びに行こうか。海岸へ散歩してあげよう。お散歩。じゃあ、今からお散歩に来てと思います。海岸は、下側だっけ？久しぶりだったからな、海岸行くとか。海岸はなんか、いろんな思い出があるよね。ストーリーの、いろんななんか、重大イベントはここで起こったみたいな。じゃあ、海岸行きましょうか。水ポケモンばかりで俺だけハブられてる感あるけど。え、寝たら。さあ、おいでマナフィ、こっちだよ。海だよー。海ああかわいいマナフィ、これは海だよ、海。海そうだよ、海。君の故郷だよ。海海ポチェダラーダイダラー海海嬉しそうだね。よかった。海に連れてきてよかった。海海はしゃいどんな。こうしてマナフィーとダイダラたちは日が暮れるまで海岸で遊んだ。めっちゃ疲れたやろ、爆睡やで。そんな。そしてその夜、マナフィーなんか浮いてる。おはよう。早起きですね。まあ、この家からも海見えるからな。飛び込むか、大丈夫か。どうしたマナフィ。ほう。次の朝。あ、いない。おはよう、ダイダラ。え、ま、な、マナフィ。え、どこいたあいつ。マジ飛び降りた。マナフィがいない。探そう探そう、どうしよう。とにかく探そう。え、え、どこへ、どこ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 んの。でもいるとしたら海岸ぐらいだよね。海岸行ってみようか。海岸でまだ遊んでるのかな、ずっと。楽しすぎて楽しすぎてやめらんねみたいな。あ、ペラップどうした。マナフィの様子見に行くところだった。マナフィ元気にしてるか。それがやばいんだよ、マナフィいない。あれだけちゃんと面倒見ろって言ったろ。あー、もう一緒に探す。まだ小さい、遠くに行ってないはずだ。私はギルドの中を探すから、お前たち外を探せ。いや、ギルドの中おるかな。おらんと思うんやけど。なあ、よくサボられた気もするけど。さて、海岸探しましょうか。マナフィ、あ、いた。よしよしよし。あ、やっぱ海見てる。黄昏れてる。マナフィ、心配したんだよ。どうしてこんなとこにいるの。マナフィ、え、マナフィどうした。あ、どうしたお前。熱、あ、遊び疲れた。おい、しっかりしてマナフィ。大丈夫か。あー、どうしてこんなことに。あ、ペラップごめんな、報告いかんくて。マナフィが、マナフィ熱じゃない、すごいやばい。海岸で見つけたんだけど倒れて。おそらく環境の違いが原因だろう。やはり マナフィーは海で育たなければならないポケモンなんだよ。ここは海の中とは違う。だから病気になってしまったんだろう。やばい、つらい。いや、僕たちのせいでマナフィーは。
こうなってしまった以上、ここで後悔しても仕方がない。まずは、マナフィーの病気を治すことだけを考えよう。オッケーオッケー。どうやって治るの？教えてよ。お医者さんいない？治すってどうすればいいの？以前どこかで聞いたことあるんだけど、海の妖精、フィオーネたちが作り出す雫は、海で暮らすポケモンたちの万能薬。え、じゃあポッチャマにとっても万能薬じゃん。それがあればマナフィーの病気も治るかもしれない。フィオーネの雫。探してこいか。オッケーオッケー。ねえ、ペラプー、どこにいるの？西の方にある奇跡の海というとこにあるらしい。やばそう、奇跡だ。ダイダラ！フィオーネたち見つけ出して何としてもマナフィー助けよう。オッケー。さあ、これで今から行くのは奇跡の海。ね、マナフィー救うため、なんとか雫ちょっと集めてくるわ。ちょっと、頼むわ、ペラプー、ほんま。ペラペラペラプー、よろしく。よし。それでは、ね、今から奇跡の海へ行って、フィオーネの雫、回収していきたいと思います。行ってきます。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方はぜひともチャンネル登録お願いします。スマホタブレットの方は動画の下のここをタッチ、パソコンの方は動画の下のここをクリックしてね。またツイッターもやってます。更新情報や日常などをつぶやいていますので、よければフォローしてください。詳細文からアクセスできますよ。それではまた次の動画も見てください。じゃあの